ケビン・コーデン・ケビン・コルドンは、グアテマラの男子バドミントン選手、サカパ県ラウニオン出身。2007年にリオデジャネイロで開催されたパンアメリカン競技大会に出場し、カナダのマイク・ベレスに決勝で敗れ銀メダルを獲得した。2008年には、北京オリンピックに出場権を得て、開会式で選手団の騎手を務めたが、競技では男子シングルスの1回戦で、 中国のアワビハルライに敗れた。2011年の世界選手権では1回戦で第5シードのチェンロンをファイナルゲームの末に敗り、その後も勝ち進んでベスト8の結果を残した。2012年ロンドンオリンピックではベスト16。2021年開催の東京オリンピック男子シングルスでは予選リーグで第8シードのゴカアキラを破って決勝トーナメントに進出。 一回戦でマーク・キャジューを破ると、準々決勝では世界ランキング1位で第1シードの桃田健人を破って勝ち上がってきた巨坂里広をストレートで下した。世界ランキング59位のコルドンがベスト4に入りした結果に本人は私が準決勝に残るなんて信じられますか本当にアメージングな気持ちですと語った。準決勝は 第3シードのビクトル・アクセル戦、3位決定戦は、第5シードのアンソニー・シニスカ・ギンティンに敗れて、最終成績は4位。ありがとうございます。